2016年に、まあ、オープンしまして、1号店として福岡にオープンしたんですけど、旅と関連したこうコーヒースタンドをやっていきたいということで、やっぱりなんかこう福岡に来て最初の旅の目的地でもあってほしい。今全国に4店舗、長崎とあと広島と大阪にあって、今後もどんどん全国に増やしていくような形です。ここで言うと FUK という最初の3レター、都市コードを使って、決まってその都市コードって世界各地にも存在するんで、どんどん可能性を広げていけるような感じですね。割と最初からインスタグラムをすごく運用してたので、まあ、最初の方はやっぱりそのフォロワーが増えなかったりとか、いいね数があんまり増えなかったりとかはしたんですけど、やっぱその多くの人が来てくれる中で、やっぱインスタグラマーさんとか多くのフォロワーを持った人たちがすごいなんかこう拡散してくれるので、割とその影響もあって、あのどんどんフォロワーが増えたりとか、まあ、いいねが増えたりとか、すごいあの影響もありますね。やっぱりその写真によって、まあ、影響あったりとか、いいね数が伸びたりするんで、できるだけその写真は綺麗に撮るようにしてて、まあ、今だと普通にカメラ使って撮ってるんですけど、やっぱ画質が悪かったりすると、もう本当にいい商品でも、まあ、美味しそうに見えなかったりとかするので、できるだけ写真はすごいこだわってますね。インスタグラムを見て来るお客様が多いので、これ見ましたとか、あのこれありますかとか、そういうインスタグラムを見せながら来るお客様もすごい多いので、特にまあ昨年とかはまだそのコロナ前とかだったりすると、韓国のお客様とか外国のお客様がすごいご来店してくださったので、その影響はやっぱオープン当初からしたらめちゃくちゃ効果はありました。インスタグラムあのまあ、お客様との近い距離もあって、質問とかすごいあの気軽に DM でいただいたりとか、お客様の声を直になんか直接感じれるっていうのはすごいあります、ね、逆にその僕たちからこういうどういう好きスイーツ出してほしいとか、どういうドリンク飲みたいですかっていう質問をすることもあるので、そういった質問した時にやっぱすごくいろんな方が質問に答えてくれるので、お客様の声をいただいて実際に商品化していくので、そういう声をすごく大切にしてます。今その、まあ、SNS をすごく運用していくっていうの力をすごい入れてて、今ですとまあインスタグラムもちろんなんですけど、 TikTok を最近ちょっとまあ使い始めまして、 TikTok でこう割と簡単に1分動画を上げることによって、まあ、もっと違う層、インスタグラムをやってるけど、まあ、TikTok をやってる人って結構若い方とかが多いと思うので、そっちの若い方にもまあどんどん発信していけたらなと思うと、まあ、まだ決まってはないですけど、まあ、YouTube とかも、ね、ちょっと導入できたらとは思うんですけど、まあ、やっぱ SNS 活用をどんどん発信していきたいところですね。